件が起きました。それもこちら。変わらないじゃん。それがこちら。ババン。それがですね、ゆうってめったにパジャマ買わないんですけど、せーの、こんにちは、ゆうたるです。今日はゆうは大事件が起きました。さっき走って外から帰ってきたんですけど、1キロ歩いてきた、走ってきたんですけど、ね、あのゆうってめったにパジャマ買わないんじゃないですか。うん、なんか普通の T シャツとかね、ジャージ着てるからね。あんまりパジャマっていうもの最近は買ってなかったんですけど、どうしたんですか。どうしたんですか。実はパジャマ買ったんですね。この可愛い、見せて、ほらコモコモ、すごい可愛いんだよ。ほらバービーのね、可愛いピンクと黒のデザインで、素材がふわふわなのね。ふわふわで、これを買ったんですよ、俺は。あ、こっちの服は何も問題なくて、で、あのズボンもね、すごくこれふわふわで、なんかすごく可愛い、気に入ったんだよね、ゆうはね。そうで、すごい可愛くて、これセットでなんといくら、結構高かったんだよね。2,000〜3,000円くらい。なのに、事件が起きたんです。それも、止めないで、それも、なんとズボンに変わりました。それも、なんとすごいんですよ。これはね、すごく可愛いね、うん、でもこもこね、このね、柄がすごく可愛いね。ね、ユアにしてはちょっと可愛いの選んだの。外国人のさ、外の人かと思って、うん、なんか他人の人が映ってる。なんだそれ、なんかかっこいいよ、ほら。そういう部分で選ぶんだ。あ、他人が映ってるな。あ、これこれバービーちゃんだった。ママもこれ欲しいぐらい可愛いです。160cm 買いたくなった。で、ズボンはそのまま真っ黒黒けなんですけど、うん、なんとこれも言っていい、いいよ。事件が起きました。じゃあ履いていきたいと思います。あ、履いてくるの、わざわざ。はい、でるる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 、どこが事件なんですかね。全然普通なんですけど、何もないんですよね。じゃあ後ろ向いていきます。あれ、全然大丈夫。じゃあ座っていきます。大丈夫だね。じゃあまずこっちの足から見ていきましょう。はい、なんともないですね。ないですね。まあ、ほこりはね、ついてしまうんですよ。うん、まあ素材的にね。で、見えちゃう、うん、超ね、滑らか、静電気の、ああ、あ、でも何もないですよ。ないですね。大丈夫なんじゃないですか。まあ、この服は普通のあれなんですけど、うん、じゃあ次こっちの足見ていきます。なんと穴が開いているんです。で、あの、なぜかね、なんかこれ気づく前に買って、あの、まだ気づいてないで、普通にお風呂上がり来て、ね、うん、で、そしたらなんか、5回ぐらい転んだの。何かに引っかかってこれ。それだったんだね。で、あれって思って、普通になんか、鏡を見ながら踊ってたら、なんか穴開いてないって思って、見たらなんと穴開いてました。爆笑したよね。まあ、その映像、ちょっと iPhone だけど撮ってあるんで、どうぞ。何をしてるの。ということで、こんなことに、いや、でもそれ以上破らないようにしなよ。ちょっと、ほら、このままにしといて、ほら。ということで、これを、お店にレシート付きで持っていきます。ちょっとさすがにこれはだって悲しいよ。初日でこれだよ。履いてみたらこれだよ。いや、初日って言わない？なんて言うのじゃ。昨日。初めて来た日って言うの？あ、じゃあ初めて来た日に行ってもいいです。初めて来た日に。やっぱり初日に。これは悲しいでしょ。あ、悲しくなるじゃん。嬉しいの。それでさ、もうハサミでさ、この間開けてさ、切れば忘れちゃう。じゃあいいのね、取り替えなくて。うん、変だよ。変えようね。というびっくりな事件でした。ママ結構驚いたし笑ったよ。時間が来てしまった。ありがとう。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ももからはツイッター、インスタグラムも見てね。バイバーイ。